ヌーオロ県は、イタリア共和国サルデーニャ自治州に属する県の一つ。県とはヌーオロ。2016年9月現在、サルデーニャ州では、研究行政区画等配合のプロセスが進められており、地方自治上は過渡期にある。2016年、ヌーオロ県は、旧オリアストラ県を編入した。標準イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。 サルデーニャ島の中央部から北東方向に伸びる形状を持つ県である。県の北東部では東にティレニア海に面する。県とヌーオロは県中央部の内陸に位置する都市である。トルトリから西北西へ約5 2トルオルビアから南南西へ約6 9トル オリアストラから北西へ約 78km、サッサリから南東へ約 79km、州都、カリアリから北へ約 123km の距離にある。隣接する県は以下の通り。オリアストラ県との境界にあるジェンナルゲントゥさんはサルデーニャ島の最高峰である。2001年に行われた居住地区別人口統計によれば、 人口5000人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属自治体名を示すが、都市、集落名と同一の場合は省いた。ヌーオロ地域における人類の定住は、紀元前3000年期に遡り、ドムスでジャニスと呼ばれる墳墓の跡が残されている。30以上のヌラげ遺跡があることから、ヌーオロ地域は、ヌラげ文化の中心地であったと考えられている。例えば、 ヌーオロ郊外のタンカマンナには800個ほどからなる集落遺跡が見つかっている。ヌーオロ地域にはカラリスとウルビアを結ぶローマ街道が通過していた。ローマ人による支配の痕跡はサルデーニャ語の中に様々に残されており、今日もヌーオロで話されている。サルデーニャ語、ヌーオロ方言はロマンス諸語の中でも最も保守的な言語とみなされている。 西ローマ帝国の崩壊後、サルデーニャははじめバンダル人の、ついで東ローマ帝国の支配下に入った。ローマ教皇グレゴリウス一世の書簡によれば、サルデーニャ等の内陸部では、ローマ化、キリスト教家された文化と異教徒の文化が共存していたという。東ローマ帝国の支配力が弱体化すると、サルデーニャ等では、ジュディカーティたちが登場した。行政区画としてのヌーオロー県は、 1927年に発足した。2001年7月12日の州法第9条によってサルデーニャ自治州の県の再編が行われた。これに際してヌーオロ県のコムーネが以下の県に移動した。ヌーオロ県には55のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。 人口は2011年1月1日現在、ジェンナルゲント国立公園がある。ありがとうございます。